紀元前2000年期のメソポタミア南部の地図記種は、古代メソポタミアの都市、またはそこに起こった国家。現代名は、テルアルウハイミル。イラク共和国バービル圏内のバビロン遺跡の東1 2トルに位置する。20世紀初頭の発掘によって、宮殿跡やジックラと、墓、初期学校の跡が発見されている。古代メソポタミア時代の初期において、 特殊な意味合いを持っている。ケシュとは別の都市である。キシュ市に人が住み始めたのは、紀元前6000年期のことである。初期の歴史を知ることはできないが、紀元前3000年期に入ると、シュメール人やセム人たちにとって、特別な地位を持った都市として歴史に登場する。シュメール初期王朝時代に関するシュメール王名表の説話によれば、伝説的な大洪水の後、 最初に王権が降りたとされる都市が騎手である。この王朝を騎手第一王朝と呼び、シュメール人たちによって繁栄と栄光の時代であるとされた。同王名表によれば23人の王が24,510年間統治したという。この王朝は、シュメールにおいて歴史が未だ神話と伝説の中にあった時代のものであるが、実際に騎手は大国の一つであったと考えられている。 この王朝の王たちに関する説話も多分に伝説的なものである。誕生の草を探すエタナ王の物語やエラムを征服したという延命バラゲシ王の説話が特に有名である。延命バラゲシ王は900年間統治したとされているが、統治年数はともかく彼は実在の王であったことが考古学的に確認されており、在位はおそらく紀元前28世紀頃のことで、 あったと考えられている。シュメール王名表には、赤王の知性を最後として、王権がウルクに移ったとされているが、実際にはこれらの王朝の存在した時代は、ある程度重複していると考えられる。また、早い段階から、騎手の主要な住人は、シュメール語ではなく、セム語を用いる人々であったと考えられる。これは、騎手第一王朝のほとんどの王が、 シュメール語ではなく、セム語の名前を持っていることからわかる。当時シュメール人とセム人は混住しており、単純な分類は不可能であった。しばらく後に、シュメールはエラム人によって建てられたアワン町の支配下に置かれたが、このアワン町の後にエラム人を放築して成立したのが、シュ第二王朝とされている。キシュ第二王朝については、情報がほとんど残されていない。騎手は、 その後、ウルク第二王朝の王、エンシャクシ主アンナによって破壊されたとされている。その破壊された騎手で新たに騎手第三王朝を開いたのが伝説的な女王、クバウである。この王朝の王は彼女一人である。女王クバウの息子とされるプズルシンは騎手第四王朝の最初の王として、シュメール王名表に載っている。騎手第四王朝はサルゴン伝説に登場することで有名である。 キシュダイオン王朝の王ウルザ・ババは家臣であったサルゴンに倒された。その後サルゴンはメソポタミアを統一してアッカド帝国を起こしたと伝えられている。しかし、ウルザ・ババ以降のキシュダイオン王朝の王がシュメール王名表に記載されており、その関係をめぐっては様々な説が取り沙汰されている。シュメール時代以後、キシュ氏がメソポタミア政治の中心地となることはなかったが、 重要都市としてはその後も存続し、サーサーン朝時代に放棄された。初期王朝時代の騎手の歴史は、多くの場合その史実性を確認することが困難で、あるが確実に言えることは、シュメール人たちが騎手王の地位に特別な意味を持たせていたということである。騎手王という称号は、実際に騎手氏を支配下に置いていない王によっても用いられ、 派遣的性格を持った王の称号として用いられた。そして後にはという称号は、世界の王の意味で使用されるようになっていった。リューゲル・キッシュ、K.I. の K.I. は地名を意味する、限定譜後に登場する、限定譜なしのリューゲル・キッシュという称号の中でのキッシュは、すでに地名の固有名詞としての意味合いを失っている。つまり、キッシュ王イコール世界の王なのではなく、 騎士という名前から世界を意味する単語が派生したことを意味する。ありがとうございます。